やっぱりね、結果が出るっていうことが一番楽しいと思うんで、まあ、スキーしてるだけで楽しいですけど、やっぱりね、勝負の世界なんで。まあ、いい部分っていうのは4月までみっちりと落ち着いてこう練習することができたので、まあ、その部分はプラスに捉えれるし、まあ、逆にマイナスな面ではやはりこうフィスポイントの更新っていうところではレースがなくなってしまったので、それができなくなったっていうところはマイナスの部分になるかなと思います。結局苗場のワールドカップで試合が終わってしまって、まあその後北海道にすぐ移動して、4月の4日ぐらいまでかな、雪上練習をさせていただいて、まあそこでシーズンが終わったっていう感じなんですけど、まあその後はすぐ体作りの方に移行して、まあ体作りに関しては全く影響を受けてなくて、まあむしろしっかりとシーズンも早く終わった分充実して練習できてるっていう実感はあります。4月の時点の考えでは、まあ、7月頃には落ち着いて、まあ、海外の方に行くことができるのではないかなと思ってたんですけれど、まだ行けない、まだ行けないっていう、海外の選手たちは自分の国で雪上練習を行ってる選手たちも、まあ、いたので、そこではちょっと。もどかしいというか難しい気持ちにはなりましたね。スキーは上手になりました。GS ですごく力がある選手たちがいるチームで、一緒に練習する機会が多いんですけど、まあ、その選手たちと一緒に練習させてもらうことによって、レースに行った時に先に滑った一緒に練習してる選手がいいタイムであったら、まあ、一緒に練習してたから自分もそれぐらいにいけるなとかっていう、すごくいい影響を受けてたので、そこがすごく大きかったですね、去年は。その一緒に練習してる選手たちが30番に、ワールドカップで30番に入ったりしてる選手もいるので、次こそは自分だっていう感じで。レースに臨んでたんですけど、まあ、結果的になかなか、まあ、怪我もちょっとあったりとかして行かせなかったんですけど、前のシーズンよりさらにもう一歩本当にこう次いつ自分がトップ30に入れるタイミングが来てもおかしくないなっていうところには来てる感覚はあります。技術的なところで。やっぱりね、結果が出るっていうことが一番楽しいと思うんで。まあ、スキーしてるだけで楽しいですけど、やっぱりね、勝負の世界なんで、ちゃんとその練習をして力をつけて、その自分の今戦えるカテゴリーで、例えば優勝とか優勝台に立ったら自信になるじゃないですか。そしたらそれがこうまた一歩ずつ上のステージに上がっていってっていうのが、上に上がっていくのに大切なことだなっていうのはすごくここ数シーズン感じてはいますね。雪上に立ててはいないですけど、ね、どうなっちゃうんですかね そこはありますけど、まあ12月にそういう今までの全日本選手権がない分、ヨーロッパでレースを回ってシーズン過ごして、3月の時にいい滑りができるようにしていきたいなと思いますけど、ちょっとわからないので、とりあえず今言ったように3月にしっかりと、また雪質とかも変わってくると思うので、
やっぱり4月まで練習した自分はチャンスですまあそんなことはないですけど、ね、どうなるか分かんないですけど、まあ、どれも大切な試合になってくるので、まあ、ワールドカップも行われてその中でチャンスをつかんで結果を残せばいいわけなのでそしてそこに届きそうな力をつけてきてるっていうふうに思っているし、まあ、一度チャンスをそこでつかめば今の40番以降で滑ってる選手たちも非常に力は拮抗してると思うので、一度そういうチャンスをつかめば、まあ、どんどんいい結果を残せると思うので、なんとかそのチャンスをね掴んでいい状態でいいレースを迎えれるといいなと思いますけど。